日本、イギリス、イタリアの3カ国による GCAP、グローバルコンバットエアプログラム、グローバルコンバットエアプログラムミーがいよいよ動き出しました。これは新たな戦闘機の開発を目指すプロジェクトです。日本は前例のごとく、アメリカのロッキード・マーティン社との共同開発だろうと予測されていましたが、逆転待機な変化を見せました。今回は、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社の協力による機関部の開発について見ていきましょう。2022年12月9日、新たな戦闘機開発の枠組みを GCAP と命名し、日本とイギリス、イタリアの3カ国で共同開発を行うと正式に発表しました。日本とイギリスでは、2021年末、次期戦闘機のジェットエンジンの実証実験を行うと決定し、2022年初から IHI 社とロールス・ロイス社において実証実験をスタートし、2月には、次期戦闘機用のレーダーやセンサ類の実証実験機の共同研究についても決定していました。したがって、今回 GCAP が始動したことは、各国政府がこれまでの流れを公式に認め、満を持して公表したと言っていいでしょう。この GCAP で開発される戦闘機の将来ですが、空自が運用している F2 戦闘機とイギリス空軍とイタリア空軍が運用しているユーロファイタータイフーンの後継として採用されるそうです。日本とイギリスの次期戦闘機に関する協力関係は、この2年ほどで急速に強化されましたが、これまでアメリカのロッキード・マーティン社が開発技術のサポートとして関わるのが当然という動きに区切りをつけたことになります。太平洋戦争での敗北後は、軍備につながる産業分野では、アメリカ製機体を製作に応じて日本企業が調達するという形でコントロールされていたため、航空機の開発技術も大きく後退することになったのです。今回の次期戦闘機開発目的は、現在、空自が保有している F2 戦闘機の後継機ということです。F2 戦闘機開発の段階では、国産機を開発する計画でしたが、その当時は、エンジン部の製造が技術的に難しかったので、三菱重工業者を中心としつつも、アメリカとの共同開発になってしまったのです。F2 開発当時は、日米貿易摩擦が大きく影響し、日本とアメリカの政治的問題から、アメリカの F-16 を土台にすることが要求されたため、残念ながら国産化は果たせませんでした。その F-16 戦闘機の各部において、胴体を延長したり、主翼の大型化など、機体全体の大型化が行われただけでなく、最新電子技術も含めた大掛かりな変更が加えられ、対艦攻撃能力が強化されました。ところが、完成した F2 戦闘機のコアである制御部分の情報は日本に公開されなかったのです。つまり、状況変化に合わせて、日本で自由な仕様変更が行えなかったということです。こういった F2 戦闘機開発の苦い経験をもとに、その後継機開発に関しては、三菱重工業者を主契約企業として、その下に国内の各分野の関連企業を集めて、開発の主導権を日本が有することを前提として事業を進めてきたというわけです。もちろん、ロッキード・マーティン社やボーイング社との技術支援も当然視野に入っていましたが、システムなどの大事な情報をまたブラックボックス化される可能性がある状況で、日本とアメリカの意見が合わなかったのではと思われるのです。そこで、次期戦闘機開発において、戦後初めてアメリカ以外の国で協力開発、配備することが決定したのです。GCAP は、これまでのアメリカとの関係とは違い、対等な関係での開発になると期待されています。さて、今回の GCAP の開発にあたっては、日本は、三菱重工業者が主契約者となり機体を担当、IHI 社が機関部、三菱電機社が電子機器を担当することが決まっています。そして、イギリスは、BAE システムズ社が、全体の統括と機体、ロールス・ロイス社が、機関部、レーザー、センサ部の電子機器等をレオナルド社が担当するので、チームテンペスト計画そのままの布陣です。そもそも、この GCAP が決定する前は、F2 戦闘機の後継機には、IHI 社が製造した国産エンジンを使用すると見られていました。
というのは、防衛装備庁と IHI が開発を進めてきた実証実験機用に開発した XF-5 エンジンや XF-9 エンジンがありますが、これらはタービン入り口付近の高温に対する耐熱性や発電能力、ステルス性確保に対する推力など、次期戦闘機に十分に対応しうる品質を持っていることが明らかだったからです。製造された XF-9 エンジンは、地上での動作確認で、アフターバーナーの使用時には、最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800°C を叩き出し、世界標準クラスの数値を示しています。この FX-9 エンジンは、2010年から開発スタートしたもので、基本的なコンセプトは、スリムで大出力であるハイパワースリムエンジンと呼ばれました。近年では、戦闘機による空対空戦闘は減っていますが、今回の FX-9 の大出力は、戦闘機の高機動性を保持するためには不可欠な条件であり、敵ミサイル等の攻撃回避にはとても重要なのです。と言っても、実用機でのテストはまだ行われていないので、量産化には時間がかかりそうですね。戦闘機開発において、国産化に向けて一定の成果を上げている XF-9 は、次期戦闘機への搭載が期待されます。さらに、イギリスのロールス・ロイス社との関わりの中で、これまで培ってきた技術がどのように活用されるかも注目されます。イギリスのロールス・ロイス社といえば、イギリスやイタリアが採用している現行のユーロファイタータイフーン機関部の開発も主導しており、世界的なエンジンサプライヤーです。高級車で有名な企業ですから、エンジン技術が高いのは当然ですね。そのロールス・ロイス社ですが、テンペスト計画における機関部の開発には難航していると伝えられているそうです。戦闘機の機関部の開発の難しさを考えさせられます。しかし、ロールス・ロイス社の技術力は、アメリカには劣るとはいえ、日本の XF-9 エンジン技術よりは、はるかに高いのです。これからの戦闘機に求められる、発電能力と冷却性能の分野で先行していますから、GCAP では、開発の主導権を握るのではないでしょうか。そして、IHI 社製の FX-9 エンジンですが、小スペースし、将来の戦闘機に対応できる発電容量も実現していますが、発電能力と冷却性能の分野では譲るところもあるので、今後は、これまでの開発を生かし、実用機での採用を期待したいものです。ここで IHI 社について紹介します。IHI 社は、2007年、平成19年7月に、社名を変更しましたが、それまでは石川島播磨重工業株式会社という社名でした。江戸末期から160年以上の歴史を持つ日本の三大重工業の一角を支える代表的企業です。航空、宇宙事業、エネルギープラント事業を手掛けており、日本初のターボジェットエンジンを開発するなど、航空機分野において、ジェットエンジンの製造では日本国内でシェア 60% を誇っているのです。現在、空自が運用している F2 戦闘機にのゼネラルエレクトリック社製 F110 エンジンや、F15J イーグル戦闘機のプラット&ホイットニー社製 F100 エンジンは、IHI 社がライセンス生産したものです。また、海自の P1 哨戒機に搭載されている F7 エンジンは、IHI 社が開発し、小燃費、低走音が特徴で実用化、量産化されています。このエンジンは、ターボファン形式の高バイパスエンジンとして、民生品への応用も模索されています。海自のヘリコプター搭載型護衛艦の出雲型や、ミサイル護衛艦マヤ型の建造を手掛けたのはジャパンマリンユナイテッド株式会社です。この企業は、ユニバーサル造船と IHI マリン、ユナイテッドが合併して誕生した企業ですが、もともとは IHI 社の造船部門から派生した企業ということなので、IHI 社の技術力の高さが実感できる証拠でしょう。